のみんなの声を上げる行動が間違いなく今国会を、そして野党を動かしているんじゃないでしょうか。そもそも16日には与党は採決を強行したい法案に放っていました。ところがあの衆議院での強行採決の後、世論がどんどん高まる中で、手を入れ野党は結束を高めることができてるんじゃないでしょうか。15日今日の公聴会の後は強行採決というスケジュールを書いていたものがどうでしょう。とうとう地方公聴会16日に入れざるを得ない、押し込んでるじゃありませんか。この中央公聴会にはなんと国会始まって以来という95人の応募があったそうです。みんな反対、これも極めて異例なことです。これだけ多い国民の民意を踏みつけにした総合採決など皆さん絶対に許すわけにはいかない。どうなるでしょうか。全国各地で広がる報道とこの取り組み、立ち上がった国民はもう黙ることはありません。この国の未来を決めるのは安倍総理なんかじゃない。